ニュースピックアップこの時間は月刊誌ムーの編集長三上武也さんに世界で起きているまか不思議な現象について話を聞いていきます三上さんおはようございますおはようございますよろしくお願いいたしますよろしくお願いしますでは月刊ムー1月号からこちらメキシコの公聴会に出席浅川議員が UFO を語る 今年9月メキシコ議会が初めて開いた UFO に関する公聴会に政界屈指の未確認飛行物体愛好家とされ UFO 議員とも呼ばれている日本維新の会の朝川義春衆議院議員が招待されました公聴会では宇宙人のミイラとされるものも公開されたといいます 三上さんそもそも浅川議員どういった人物でなぜメキシコ議会の公聴会に招待されたんですかそうです、ね、実は、ね、あのご存知の通りアメリカ政府が UFO のことを正式に認めてで当然ながらこう日米同盟の中で日本はどうするんだ、はい、アメリカ軍は認めたぞじゃあ日本の自衛隊はどうなんだって言った時にじゃあそういった UFO に関する部署はあるのか。はい ということをいわゆる国会の中で、ええまあ、例えば自衛隊の責任者かつそれから防衛大臣に質問したのがこの朝川議員なんですね。そうなんですね、ええ、まあ何でも少年時代に UFO を見たことがあるとかもともとそういった不思議な現象無的なことに関心があって、ええええ、で現在のところ他の議員が積極的に UFO 問題を取り上げてないんで、はい、これはいかんと。 誰かがやらねばということでこの浅川議員が国会で答弁しこのことがまあメキシコの方にも政府の方にも指令を与ってというのは変ですけど公聴会を開くにあたってまあ日本の代表としてですね招待されてまあいろんなご挨拶だとか発表をしたという。 はいあなるほどあのアメリカですらもう UFO は認めて、はい、ね研究だってもう前から始めてると日本どうするんですかとそうです質問したのが浅川議員なんですねそうなんですよそうなんですねた一回だけじゃないんですよあ何度もですかそうですよもう、えー、こういうことをね <laughs> ちゃんとね国会中継とかそうですねね新聞の一面にねえ 川議員質問するっていいいうのをね出した方がですねね無にはそうですそんな浅川議員なんですけれどもこれあの UFO に関してっていうのはどういうことを語ったんでしょうかまず基本的にどうしても UFO っていうと宇宙人の乗り物みたいなねなっちゃいがちなんですがまあその前提として未確認の飛行物体が飛来してきて正体がわからんと思う。 これは非常にまずいんですよ、ねはい、例えばひょっとしたら兵器かもしれないで特に今はこれドローンが、はい、普通に民間の人もこう飛ばしてくるんで、はい、これちゃんと監視しなきゃいけない正体をちゃんと把握しなくちゃいけないという、はい、だから郵便問題はいわば安全保障上の重大な案件なんですね、はい、だからこのことについて自衛隊はどういう認識をしているのか。はい UFO に関する専門的な部署はあるのかというところをまあ質問してでまあ自衛隊の方でもですね現在のところ UFO の専門機関はないこれからも設置する予定は今のところないんだただし今後いろんな状況の変化だとかまあ要請があれば そういったことも検討する余地はあるみたいなねちょっとまあ奥歯になんかはまったような言い方ですけどそれでもある種、うん、前向きとも取れるような発言をされているのでお<ー>今後<っ>お、まあ、国会でもですね、うん、おそらく、はいまあ、どこの党とかあいったことではなくその超党派でねそういった議員の方々が、まあ、個人的な勉強会を開くなり まあ自衛隊の方とか有識者を集めて、えーまあ、現状はどうなんだとかねそれこそいきなりね対 UFO 研究とか対策に対して予算をつけるってなかなか難しいでしょうけれども、えー、こと、これはあの本当に安全保障やる防衛問題でもなるので、はい、慎重に進めながらもおそらく来年大きく変わっているんじゃないかなというか。 えってことはもしかしたらその、まあ、国会の委員会かなんかに月刊ム聞の三上編集長が参考人招致されるとかそういうこともありうるまあな<え>、ね、きにしもあらずですけども、ね、そうですよねだって第一人者といっても過言じゃありませんし、ね、その時にはまあ強くですね<え>、あのー、日本政府に UFO 問題に対する、ね、取り組みをですね、はい、訴えていきたいと思います。 えー、さあそんなあの浅川議員ですけれども一昨年の衆議院選挙で初当選して以来国会論戦で、まあ、先ほどです、ね、三上さんもご指摘のとおり UFO を含む未確認空中現象をめぐって想定外のことを想定しておくのが政治家の責務だこういうふうに主張して日本政府の対処方針を正してきたと。 いうことなんですけれどもあの以前、これねやっぱり改めて三上さんの先見の銘というかほら見たことかって言われると思うんですけど以前から三上さんはこのアメリカの動きに関して UFO 未確認飛行物体はどこかの国の偵察機とか秘密兵器かもしれないじゃないかとだったらそこ調べるの当然だろうっていうふうにアメリカは、ね、早いんですよ。はい、というのは最初のこの 未確認空中現象 UAP ですけども、はい、未確認の空中の現象だって言ってた、ええね、なんだけどもやはり本命はそのエイリアン地球が知的生命体がコントロールしている飛翔体としての UFO、はい、つまりこれはまああり手に言えば宇宙人の存在を前提にした議論、うん、はいこれあのー、今年のアメリカの 公聴会ででで実はそこに一歩踏み込んでるんるすよ<う>校長会を開くたびに一歩踏み込んでるんですアメリカは。でこのアメリカ政府は、まあ、この公聴会においてですよその非地球人で、まある宇宙人です、ね、の死体を隠してるっていう軍人が指摘したわけですねもう宇宙人の存在は当たり前、はい、宇宙人の死体をアメリカ政府アメリカ軍は隠している。 いいう,ふうにある種の告発じゃないですすけど言ったんですね、えーえー、でこれに対して現在のアメリカにおける UFO 調査機関 AARO の長官カーク・パトリックって感じ方なんですけどもこの長官がですね「おいおい待て」とそこまで分かってないぞと今データ集めてるけども、えー、宇宙人が飛ばしている機体だという証拠はどこにもないぞ、うん、である種反論する形で まあ声明を出したんです。こ、ええ、どうなったと思います。とこなんですか。鋼鉄。首。ええ。意味わ、ま、か,かります。宇宙人の存在なんかまだ分かってないよ。はい、と言った方が首切られてる。あららら,らということは。ええ、アメリカ軍およびアメリカ政府の意図としては。宇宙人の存在をこれから。 認める段階にいよいよ行くぞっていう姿勢をね<ー>示した可能性あるの、はああなるほどだから次の公聴会では、はあ、UFO はええともうええとあもうもういいもういいわけわからんも飛んでることはもう認めたからはい次を<う>何これ誰飛ばしてんだ、はあ、アメリカロシア中国どこの国、ええ、違うだろうはてええ 飛ばしてるのは誰宇宙人だろうっていうところに踏み込もうとしてるんですねすごいですよアメリカの動きは2021年の議会での UFO 公式に認めたっていう時からもう早い早い半年スパンでもう次のステップだから来年中には自衛隊の中にも UFO 調査機関もちろんとしてもちろんだそれは。 宇宙人対策本部えー、そうですか、まあ、極秘裏にねわ、えー、かんないでしょ、はい、表向きはねいろいろあるの差し障りがあるので、はい、裏で、えー、別版みたいなおっとそこで出てくるんですか秘密組織を <laughs>、はい、まず設置しないと。 来年は大変な時期になりそうですね、ええ、いやこんな驚きの話題が満載の月刊ムー1月を現在好評発売中です月刊シムー編集長三上武晴さんでした三上さんありがとうございましたありがとうございますニュースピックアップでした